こんにちは。こんにちは。なんか連絡があるということで、はい、はい、すみません、わざわざ来ていただいて、一つ報告がございます。8月の2日月曜日から私がやっておりますラーメン北味ワイルドタウン本店、まずは1ヶ月間だけ蕎麦屋になります。あまりにも暑くてですね、メニューが偏ってるんですよ。皆さん味噌ラーメンあんま食べなくて、汗だくになりにカレーラーメンを、今うどんって言いかけた、カレーラーメンを食べに来てくれるのは嬉しいんですけど、はい、もうちょっと夏らしいものを食べましょうよということで、私のお知り合いの方からですね、山形の肉そば売ってみないかと お誘いいただきまして、山形の肉そば売ることにしました。ただですね、私秋田県民、生まれが秋田県なので、山形のようなゲソ天とかつけれません。なので、さらっとした普通の肉そばを売りたいと思います。1ヶ月間だけですんで、まず食べてみてください。あれ、ラーメンはやんない？ラーメンはやりません。いっぱいも売るつもりはありません、この8月期間中は。でも完全にそばやるな。はい、1ヶ月間だけ、まずは1ヶ月間だけ。強気っすね。はい、実験です。大いなる実験をしてみたいと思います。では8月の2日から肉そばよろしくお願いいたします。楽しみにしてます。